SCP-1018-1。アイテム番号 SCP-1018。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1018 は現在、サイトにある保管ユニットに保管されています。SCP-1018 たちは1メートル ×1 メートル ×3 メートルのコンテナに保管し、常に2人以上の警備員によって警備されていなければなりません。レベル3以上の職員の許可を得ずに SCP-1018 たちに液体を与えてはいけません。説明 SCP-1018 とは、SCP-1018-1 SCP-1018-2 SCP-1018-3 の3体の石像をまとめて指します。SCP-1018 は痩せ衰えた高齢な男性の姿をしており、主にコンクリートと砂利によってできています。SCP-1018 たちの表層の何箇所は赤く発光しており、大抵は喉と頭部からその発光は発生しています。SCP-1018-1 の首の後ろを押すことで SCP-1018-1 の異常な効果が起動するのと同様に、SCP-1018-2 と SCP-1018-3 は液体に触れることによってその効果を起動させます。SCP-1018-1 が起動すると、周囲10メートルの範囲で大雨が発生します。SCP-1018 が屋内で活動を開始した場合は、この雨は天井から急速に降り始めます。SCP-1018-1 が発生させた雨を検査してみても特に変わった性質は見られませんでした。この雨は30分間降り続け、そして突然止みます。SCP-1018-1 が発生させた雨は通常、同じ建物内にいる SCP-1018-2 と SCP-1018-3 を起動させます。SCP-1018-2 が起動すると、痩せ衰えた子供の霊のようなものが6つ SCP-1018-2 の周囲に現れます。その子供たちのうちの何人かは、SCP-1018 が回収される2ヶ月前に姿を消した子供の姿と一致します。すべての霊は人に対して反狂乱になりながら水を要求します。霊たちに実体はないため、たとえ霊たちに水をあげたとしても彼らはそれを飲むことはできません。SCP-1018-2 が活動を開始してから25分の地にすべての霊は自分の喉をつかみ、2分の地に消滅するまで地面に崩れ落ちたままになります。SCP-1018-3 はそれまでのものと比べ、何箇所かに大きな変化が見られます。石像のいくつかの部位は外されたあるいは交換されたようで、特に頭部と左足においてそれは顕著に見られます。左耳には小さな穴が開けられており、何かが入れられたまたは外されたことを示唆しています。それらの変更が何を目的としたものかは、今のところ不明です。SCP-1018-3 は起動すると、ひどく歪んだ男性の声でスピーチを開始します。SCP-1018-3 は大体は、あーイークールイエット、というフレーズを繰り返し言いますが、時折、アートイークールイエット、あーイーゴットイエット、マーズイークックイエット、などのバリエーションを言うことも記録されています。これらのバリエーションを SCP-1018-3 が言うときは共通してどもりながら言葉がゆっくりになり、さらに声の歪みがよりひどいことになります。このスピーチは終了するまで30分間続きます。SCP-1018 たちははじめ、紛争地域に綺麗な水を送るための寄付を募るチャリティから、薬中寄付を目的とした事前パーティーのようなもの、において活性化しているところを確保されました。モバイルタスクフォースアプシロン23美術評論家が SCP-1018 の回収と事態の収集のために派遣されました。監視カメラは2人の地方活動家が SCP-1018 たちを舞台裏に運び込み、逃げ出す前に SCP-1018-1 を起動している姿を録画していました。彼らの居場所を突き止めるための努力は今日まで一切成功していません。